伏見大手劇場はかつて存在した日本の映画館である。正確な成立時期は不明であるが、京都府伊郡伏見町の大手筋に伏見帝国館として開館した。明治中期に福富座として開館、1895年7月11日に伏見大手座と改称した芝居小屋を源流に持つ。第二次世界大戦後の1950年代に、 伏見日活館、伏見日活映画劇場、そして伏見大手劇場と改称した。俳優の長谷川和夫の王子、長谷川壮太郎が経営したことで知られ、長谷川和夫は、子役としての初舞台をこの大手座で踏んだ。大手座時代に、初舞台を踏んだ長谷川和夫1934年に、大手座で引退興行を行った女記述し、 小曲祭天括正確な成立時期は不明であるが、明治中期のある時期、京都府紀郡伏見町の大手筋に福富座として開館する。その後、1895年には、従来の監視から交代したため伏見大手座と改称し、同年7月11日、大阪から二代目、市川一十郎らの一座を招いて、講演を行い、これをもって同座の開館とする。 同地は、1895年2月1日に、京都電気鉄道伏見線が開通して、大手金電帝が主要駅として設置され、大手筋には商店が立ち並び、賑わいを見せていた。1897年12月には、劇場経営会社、伏見大手座、株式会社が設立されている。1903年1月5日7日29日付の、 大阪朝日新聞京都付録によれば、銅座は破損のため工業を停止しており、仮小屋を当時、風呂屋町に存在した伏見郵便局前に設置して、中村がお笑いの一座が公演、同月26日をもって仮小屋を廃座したという。この時伏見町内の有志家が出資して、銅座の新築を行っている旨、報じられた。その後、銅座は再建されることなく放置されたが、 道町向島の青木木三郎が5000円の拒否を投じて新築し、1907年1月15日に新築宿式、同月19日には落成式を挙行した。1910年4月15日には京阪本線開通とともに伏見駅が大手筋東側に開業した。同年8月22日付の大阪朝日新聞京都付録に、 長谷川宗太郎が銅座の経営に乗り出し、旧来の悪兵を一掃するとの記事が掲載される。この長谷川宗太郎は、宗次郎とも呼ばれる人物であり、後の俳優の長谷川和夫の母の弟にあたり、家業の作り酒や名古屋を継承しつつ、劇場経営、映画館経営を手掛け、京都市議会議員にもなった人物である。同年12月10日付の、 京都日出新聞には、松竹豪名が、伏見に、唯一の劇場としてある大手座だけでは手狭で、あるとして、伏見明治座を建設すべく大手筋高野町にシールの土地を購入との記事が掲載されているが、同計画のその後については不明である。つまりは、大手座は、明治末年の時点では、伏見唯一の劇場であった。ザス、宗太郎の多い、長谷川和は、 幼少時から大手座に出入りし、1913年には中村鶴之助一座の菅原伝授手習い館に代役として、子役出演、監修祭を演じて舞台デビューしている。1927年には、一夫に対して映画会入りを進め、同年、一夫は、松竹下鴨撮影所に入社している。1928年11月3日には、 奈良電気鉄道桃山五両前駅が開業した。大手座はその後も多くの芝居等を上演したが、近代歌舞伎年表京都編を見る限りでは、1934年9月20日から2日間に、渡って上演された、女流記述し小曲祭天活の引退工業の記事の後、上演記録が見当たらない。長谷川総太郎は銅座のほか伏見帝国館、 風呂屋町の伏見映画劇場を経営した。伏見帝国館は、正確な成立時期は不明であるが、芝居小屋の大手座を経営する、長谷川総太郎によって、大手筋放棄町に開館された。1925年に発行された日本映画年間大賞13.4年によれば、当時の伏見町には、日活作品を興行する伏見帝国館のほか 松竹記念魔作品を興業する、時和館の名が記載されているが、時和館の詳細は不明である。昭和に入ると、同館は、当時の日活社長、横田栄之助が社長を務める、映画工業会社京都土地工業の経営である旨、記載されており、長谷川総太郎は支配人を務めた。当時の長谷川は、京都土地工業の取締役であった。 当時の同館の工業系統は日活、観客定員数850名であった。当時、伏見町内には、小畜キネマを工業する、とぶき座、牧野プロダクション及び東和キネマ作品を工業する、中央館と同館を含めて、合計3館が存在した。1930年に発行された、日本映画事業総覧昭和年版では、系統び経営は、 日活、長谷川が支配人のまま、観客定員数は400名に半減している。1931年4月1日には、伏見区が新設され、同館が所在した地域は同区に組み入れられた。第二次世界大戦が始まり、戦時統制が敷かれ、1942年、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された。 社団法人映画配給者の配給になり、映画館の経営母体に関わらず全ての映画館が、紅系、白系の2系統に組み入れられるが、映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記述されていない。当時の同館の経営は、京都土地工業、支配人は、片岡茂雄、観客定員数は556名に、やや拡大されて記されている。 同資料に見る長谷川の名は、同館の記事からはているが、伏見映画劇場の個人経営者として記載されており、その支配人は、長谷川武次郎の名が記載されている。武次郎は、長谷川の子息であり、長谷川和夫のいとこである。当時の同区内の映画館は、この2館の他に、中央映画劇場、伏見都館の合計4館が存在した。戦後は、1950年前後に、 伏見日活館と解消している。京都土地工業を日活が九州合併したため、日活の直営館になっていたが、1955年1月、日活の一連の資産売却の方針により、函館市の大門日活館、名古屋市の日活平和映画劇上げとともに、整理売却され、新たな館主の下で、ふし日活映画劇場と解消している。新しい経営者は、 谷口新一であった。谷口新一は、後に、伏見会館の経営母体である軽犯工業の取締役を務めた人物である。1957年前後には、同館の源流である大手座、所在地のある通りである大手筋にちなみ、伏見大手劇場と解消している。当時の観客定員数は130名に縮小されていた。戦前に、 伏見映画劇場を経営した長谷川武次郎は戦後も個人経営を続けた。1962年に閉館した。跡地には声優伏見店ができたが後に閉店して伏見プラザとなり2013年以降はザダイソー伏見プラザ大手筋店業務スーパーが入居している。ありがとうございます。